皆さん、こんにちは。関根和夫です。お元気ですか先日、あのネットを見ておりましたら、斎藤茂太という精神科のお医者さん、もう亡くなりましたけれども、あの方の言葉を見つけました。人生から帰ってくるのは、いつかあなたが投げた球という言葉です。人生から帰ってくるのは、いつもあなたが投げた球、つまり、 ブーメラン現象ってやつですよね自分が投げたボールが例えば自分が投げた言葉というボール自分が投げた行動というボールが同じように自分のところに戻ってきますよっていう感じですかね。あのまあ、聖書的な表現を使うと自分で撒いた種を自分で刈り取る といいう意味合いもあるかもしれませんねあるいは人に対しての応答とか人に対しての対応というのはそのままどこかで自分のところに自分が相手に対して行ったように自分のところに戻ってきますよという意味ですよね。これちょっとね考えたんですけれど結構重い言葉だなと思ったんですよね。日常における私たちの言葉や 私たちの態度まあ基本的に言葉も態度もある人との対話の中である人と向かい合っている中でなされることですけれどもそれが自分に戻ってくるだから、うん、良い言葉といいますか嬉しいことを伝えたら嬉しいことが伝わってくる、えー、きちんと挨拶ができたら挨拶が伝わってくるっていいますかそんな感じにもなるでしょうね。しかし、か逆に、 ひどいことを言っていたらやっぱりひどいことが返ってくるということになりますよね。人生から返ってくるのはいつもあなたが投げた球。胸,を手胸に手を当てて考えてみると私などもいくつものそれこそ苦い根のような大変失礼なことを言ったりやったりした記憶というのがよみがえってきますね。同時に。 ある人に言われた言葉もやっぱり引っかかったりしていますまあそういうものって忘れることはできないですけれどもでもまあ繰り返すことがないように注意しながら人がきちんと明るくキャッチできる言葉や態度というボールを投げようと、えー、そして自分のところにも自分がきちんと受け取れるボールが投げ返されてくるように、えー、きちんとしたボールを投げて。 受け取ってもらおうとできるだけ誠意を持ってできるだけ何て言うんでしょうねこ本当にこう落ち着いた気持ちで、うん、相手の身になってっていうとちょっとオーバーですけども、うん、相手のことをか本当に考えながら言葉を発するようなそういうことができたらいいなと思ったんですよね、まあ、笑顔の種をままくと言いますかね。 そしていてくれてありがとうというボールをたくさん投げるまあそんな日常が継続できればいいなと思っています天候が不順で暑くなったり寒くなったり雨が降ったりという状況ですけれどもどうぞ健康に気をつけて元気にお過ごしいただきたいと思います、えー、ブーメランのように自分のまいた種がこうね あのやがて自分が刈り取ることになる自分が投げたボールがそのまま投げ返されてくる優しいボールを投げて笑顔のボールを投げて笑顔が返ってくるようなそういうなんていうかそういうことに、えー、心をちょっと止めながら丁寧に生きていけたらいいなと思う今日このごろです。